はい、こんにちは。よしウクレレヨッシーです。ペンタトニックを使って童謡を弾こう。今回は桃太郎さんを弾いてみます。使う音は3弦開放弦ドの音から1弦の3フレットドの音、1オクターブの範囲内で弾けます。そして4弦は弾かないので、ロージーのウクレレでもハイジーのウクレレでも同じですね。スタートの音は2弦の3フレット、その音からいきます。こんな感じですね。楽しいのでぜひ皆さんも弾いてみてください。それではまた、バイバイ。